皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月17日、22時8分です。日本、サッカー界の皆様へのメッセージということで、ここ最近の親善試合、本日も親善試合があって、まあ、2対0で、日本勝ったんですが、その前の、試合と合わせて、メッセージを送りたいと思います。その前の試合は、4対0でしたけども最終的に1点取られたじゃないですか。それは理由はっきりしてるんですよ。4対0で終わり、終了5分前か10分前ぐらい、日本のベンチの、選手が映った時に、選手は笑ってるんですよ。笑い話しちゃってるんですね。それしたらダメなんです。それもプロ野球の世界で、阪神タイガースへのメッセージ106番などで記載したり、私が YouTube でアップロードして喋ってる内容とか聞いてもらったら分かると思うんですけども、そこから大体アクセスできるようにしています。まあ、106番のその文章のところからアクセスできるものと、あと動画っていうところであるんですけども、そういう内容を聞いてもらったら分かるんですけど、やっぱり笑ってるところ、映されるでしょ。そしたら点取られるでしょ。やっぱりそういう仕組みなんですよ。世界ナンバーワン目指すんだから、最後の最後まで気を引き締めないと、ベンチにいる人たちも。これは野球も他の競技も全く同じなんです。気抜いちゃダメなんです。本当に試合の終了、まあまあ普通に考えたらね、もう残りそれはまあ10分とか5分とかになった時に4対0だったら、それは勝つのは勝ちますよ。だけども点取られてるでしょ実際。そこは大事なんですよ。やっぱりそういうことかっていうことを理解しておかなきゃなんないんですよ。最後の最後まで気を引き締める、得失点差でね、どうなるかわからないケース、グループ突破とかそういうケース出てくるじゃないですか。だから試合っていうものは、試合が終わるまで絶対気に抜いちゃダメなんです。本当にそこ、精神的に強い人かどうか問われてるんです。で、今日の試合で、まあ、今日の試合は途中から参加したりだとか、前半、まあ、数分経ってから、まあ、ちょっと晩ご飯買いに行ったりしてましたので、まあ、前半10分過ぎぐらいですかね、それぐらいにテレビつけて、まあ、0対0で、まあ、そこから、まあ、本格的に参加するような形になってるんですけども、まあ、頭の中は今日の試合なんかは、まあ、しっかり、渡せてる方でした。基本的に、まあ、VTR 見てもらったら分かると思うんですけども、ずっと選手の動きがいいんですよ。で、ボールの対応の仕方、パスのつなぎ方、全部、余裕動きできてるんですね。で、まあ、1点目は置いといて、で、2点目、まあ、東野選手が完全にフリーになった時に、まあ、インサイドで、ボール蹴って、的確に、まあ、狙ってるところをしっかりと、ボールを蹴り込んで、しっかりと2点目取ってるシーンがあると思うんですけども、その前に、まあ、久保選手が、ディフェンダーの、まあ、股の間を通して、シュートを打ちに行って外れてしまってるシーンがあるんですけども、まあ、ちょっとあの辺のところは、ちゃんと狙い方としては完全に正解なんですよ、久保選手の行っていることは。で、まあ、アシストもついてますし、まあ、動きを見る限り、まあ、調子は良かったと。ただあのシュートはボールに回転がかかりすぎて、結局バウンドした時にコースがちょっと変わってしまってる。まあ、ゴールの隅のところにもともと行くような形のシュートだったんですけども、まあ、そういう現象が起きてる。だからその辺のところは、もしかしたら僕の方に原因があったのかもしれないし、まあ、まあ、そこはちょっと原因がはっきりしないので置いといて、他の、シュートの、件を、今後どうするかっていうところで、これしっかりと話し進めておきたいんです。これ考え方とか、今までの状況とかも一致させておいた方がうまくいくんです。選手の方と僕の方と考え方。
で、例えば南野選手の、後半だったと思うんですけども、右サイド側からの、シュート、ディフェンダーが左手にいて、で、多分ね、アウトサイドで蹴ってたと思うんですけども、ゴールの、右からの、右サイドからの、シュートですね。で、ゴールの、右上のところを狙って蹴ってると思うんですけども、僕としては、こうしてほしいんですよ。あれぐらい、至近距離、ゴールエリア内という形に置き換えてもいいと思います。シュートしに行くとき、大体相手ディフェンダーとかいるじゃないですか。で、そこそこちょっと無理な体勢っていうのはどうしても出来上がってしまうと。で、シュートコース云々があると。で、それがあるから、僕の考えでは、アウトサイドとかインサイドとかで蹴るんじゃなくて、足の甲の部分。あそこで、足の甲のところで思いっきり蹴ってください。威力あるシュート。至近距離で。相手キーパー目開けるぐらいでちょうどいいんです。そこそこ無理な体勢になるから、相手キーパーのところ狙っても、相手キーパーの前に行かないんです。ボールが結局。だから、ものすごい至近距離から思いっきり蹴り込んだシュートが、ちょっと横に、軌道がそれるような形で、ボールは自然と蹴り込まれるような形になるはずです。だから、ゴールのね、とにかく、ポストを外してしまうのが一番もったいないんですよ。その至近距離でボールをキャッチできる人間なんかこのように存在しないんです。だから、仮にもしキーパーの真正面行ったとしても、絶対弾くから、あれだけ周りに何人か選手がなだれ込んできてる以上、そこで押し込めるっていうケースが何回も繰り返していたら、それは絶対出てくるんです。どう考えても。その辺のところは、ものすごく、野球で例えって言うと、極端な話ね、ベースから1メートルも離れた外角のボールを振りに行く人なんかまずいないんです。本当に。絶対どう考えても。それは、するべきことがはっきりわかるからなんですよ。どう見ても、見た目ではっきりわかるから。それと同じで、することがシンプルになればなるほど確率は上がる。もちろんそこは僕の頭の中を貸したりとかで、状況変わってきたりとかいろいろあるんですけども、以前のワールドカップとかその前の大会の時とかもそういう話を私日本代表の選手たちに森保監督も確か聞いていて、そういうふうにしてくれてたことがあったと思うんですよ。思い出してる人は思い出してると思いますよ。こんな話聞いて。あ、ほんまやって、ゴール前の至近距離で思いっきりとにかくゴールの枠の中にさえしっかりと打ち込んでくれたら、キーパーはその距離でキャッチなんかまずできないから、大体ボールこぼれてくると。そこを蹴り込んだらいいんだっていう発想に切り替えた方が、正直得点できる確率は飛躍的に上がります。どう考えても。だからその辺のところで、例えばその南野選手のシュートだとアウトサイドで蹴ってるから、ボール自体が緩いでしょ。で、ボール自体が緩くて、緩いから、やっぱり枠のギリギリの、その右上のところを、狙いたいっていうことにやっぱりなるじゃないですか。ゴールを決めようと思ったら。もっと内っ側で、極端な話、もっと、斜め下に、2メートルも中央に向かったところにボールが飛んでいたとしたら、正直キーパーから1回のジャンプで手が届いたりするじゃないですか。で、そこで、アウトサイドでコーナーを狙いすぎてる、シュートって、時速60キロぐらいじゃないですか。そうしたら、相手の片手が手のひらでも止めれてしまうんですよ。その威力だと。これは極端な話、110キロ、120キロぐらいのシュートだったら、弾いて、どう考えても無理でしょう。ここに当たったらまだ話変わるかもしれませんよ。ここだったらまだ力入るから腕曲げたりすると。だけども、
こうだと、手のひらこうだと、こうなるでしょ。どう考えても、物理的法則で。だからそういうふうな形で、ああいうふうなシーンはね、むしろケイパーめがけるぐらいで、足の甲で思いっきり蹴ってみてください。そしたら、相手ディフェンダーとかがいて、ちょっと無理な体勢で蹴るから、どうしてもキーパーからある程度それるんです。それでちょうど枠の中に、思いっきり強烈なシュートが至近距離から打ち込まれるような形になって、多分それで、ゴール数増えると思いますよ。まあ、野球のところでいろんなことを私申し上げてますけども、野球に関してはやっぱり僕は元野球部だった部分とかもあって、徹底した野球の勝ち方っていうことあるんですよ。で、あとはそこで、まあ、神がかり的な力の世界もあるから、まあ、いろんなケースがあって、監督の出してる指示と自分の考えが全く一致した場合、確率ほぼ 100% で成功するんですよ。例えばバントとかバスターだとか。だからその辺のところでお互いの考えがねちょっと違っていたらズレが発生するんです。これがずっとまあサッカーだけじゃなく野球だけじゃなくいろんな競技でね神がかり的な力を使って頭の中を貸したりしていましたから、いろんなことを私は身につけてるからこの辺のところは信じてください。例えば女子バレーボールだとどういうような頭の中の力を貸してるかって言ったら、時速160キロでもしっかりとボールが見えて打てそうな感覚を渡してるんですよ。で、女子バレーボールのジャンプサーブとか威力あるように見えますけども、スピード出たとしても110キロ台ぐらいなんですよ。120キロ台まず出ませんね。男子のすごい威力のあるサーブを打てる人で130キロ出せるかどうかなんですよ。だけども私から言わせたら、野球の世界だったら130キロってスローボールなんです。打球とかもっと速いんですよ。大谷翔平なんか今シーズン2回ぐらい記録したと思うんですけども、打球速度190キロ超えてるんですよ。他の選手はまずそんなことできません。まあ翔平の場合は筋力はやっぱり桁違いですから、そこで思いっきりしっかりとボールを、捉えた時に死んで、しっかりとボールを振りに行った時にライナーで、打球を飛ばすと、やっぱりそういうとんでもない球速が出るんですね。で、僕もともと内野手とかをしてたんですよ。だからもともと打球っていう打球の方が本当は投げるボールよりも基本的に速いケースがあるんですね。それに対応していくための練習をしてきてるから、160キロのボールが見える感覚を女子バレーボールの世界に与えるとどうなるかって言ったら、大抵のボール余裕でレシーブとかできるんです。確実にそれもセッターとかに綺麗なセッターがアタッカーにこう渡しやすいパス、例えばクイックだったりだとかバックアタックだったりだとか、いろんなバリエーションで相手がそれに対応が綺麗なサーブが返ってきたらやっぱり間に合わない、こういうふうなケースになってきたりするんですけども、まあそういうような形でねいろんなことを経験してるんで、とりあえずねこちらの意見ちょっと受け入れていただきたいなというところで、ああいうふうなディフェンダーがいるときに至近距離はもうアウトサイドとかインサイドとかそういう、もう余計なこと考えなくていいです。思いっきり足の甲で蹴ってください。ただしキーパーを狙うぐらい、それぐらいで無理な体勢で打つからちょうどいい方向でボール飛んでいきます。仮にキーパーの真正面にボール飛んでいったとしても、その距離で、例えば南野選手のケースだと距離5メートルぐらいじゃないですか。あの距離で足の甲で思いっきり蹴りに行ったボール真正面からキャッチできる人間、さすがにそれはいません。それは無理です。野球の世界で例えると、仮にシュートの威力が120キロだったとしても、至近距離目の前5メートルで120キロはさすがに話が全然変わってきます。ソフトボールの距離で、110キロのボールを投げたら体感速度は160近くになるんですよ。ソフトボールの世界ではね。ピッチャーとキャッチャーの距離が近いから。野球のピッチャーとキャッチャーの距離は
18点いくらなんですよ。だから距離が近いんで120キロはその特にもう5メートル以内になってきたらもう絶対人間がキャッチするのは不可能な距離になってきてるので、まず 100% で弾くと思います。あとは誰かが押し込む。でキーパーがもし弾いたとしても日本人選手が押し込まなかったとしても目の前にいる相手ディフェンダーの選手に跳ね返る可能性、これ非常に高いんですよ。相手ディフェンダー選手か日本人選手か誰かがもうほとんどのその当たって跳ね返ってるくるコースに大抵よく見たらいるんですよ。仮にその距離でキーパーが弾いた時に相手ディフェンダーがこうキーパーからこう前に返ってきたボールを体急に回してトラップできるかって言ったら無理だと思います。だからまあ今回の親善試合でも一回オンゴールとかあったじゃないですか。ああいうような形でね、やっぱり無理な体勢で、無理なことをしようとしてもやっぱり無理なものは無理なんですよ。だからそこのところかよく考えてゴールのとにかくポストから枠から外れてしまう、もしくは枠に当たってしまうっていうのはとにかくもったいない。とにかく思いっきり打ち込む。そうすればこぼれ球が出てくる。そこを押し込む。これは今まで日本代表のワールドカップの予選とかトーナメント戦でかどちらか、まあとにかくどこかで何回か押し込んでるシーンあります。だからその考え方の方が確率が高いのはまず一つ確実に言えることと、あとこちらの考え方が一致するからゴールになる。これは神がかり的な力の世界なんです。お互いのその考えていることが一致した時ほどやっぱり強力な力になります。まあその辺のところですね。あとまあ今日の試合で良かったところは途中でワンタッチでボールをつなげれたところです。久保選手がヒールでバックパスを送ってその次の選手もヒールで、ワンタッチで、パスを送って日本人選手に3人目につながってると、まあ、ああいうふうなワンタッチプレーですね。ああいうふうなところ、ああいうふうな形で例えば中盤でも、まあ、今日の試合は、サイドでそういう動作が行われましたけども、中盤でもワンタッチで正直パス回しを3つも4つもつなげられたら相手ディフェンダーをみんなついていけなくなるでしょう。これはもうどこの国でも同じだと思います。人間の反射神経に限界がありますから。だからその辺のところも、まあ、積極的に、皆さん、練習しといていただきたいなと。まあ、そういうところですね。練習でしっかりとしてきたことって、やっぱり本番に活かせますから。どれだけそういう練習を取り組んできたか。積極的にワンタッチで、パスをつないでいくっていう練習を。練習をしっかりするから本番でもそれが正確にできると、まあ、こういう部分はどこのスポーツでも見受けられることですので、まあ本日の試合で私が気づいたところは、そういったところですね。まあこの3つの大きな要素、絶対試合が終わるまで笑わない、しっかりと集中しておく、ベンチにいるからといってフィールドにいる選手たちだけの試合じゃないんですよ。全員の試合ですから。これは阪神タイガースの試合でも何回か見受けられました。ベンチで、まあ、ついつい岡田監督が笑ってしまって、その後、負けてしまっただとか。それは今シーズンもありました。だから、それは僕の、メッセージとかで言ってます。僕なら絶対笑いませんと。これはボクシングの試合でも何でも同じです。絶対に悪影響出ますから。100% で。まあ、まあそういうところを点検できた上では、まあ、親善試合をしたことには意味は絶対的にあるんですね。明確になってるじゃないですか、この今日言った3点に関しては。だけどもエネルギーの残存量問題から言うと、まあ先にねもう予定組んでしまったから親善試合行ってるだ
なんだろうと思いますけども、これもねルール法律とコンピューターを通して神がかり的な力を発生している以上、エネルギーの残存量問題、未来の人たちからの影響とかもその試合に影響は出てくるから、親善試合をしてない方が、要するにエネルギーを消耗しないチームの方が優位になる可能性があるから、親善試合はもう行わなくて結構です。国内で紅白戦とかしていたらいいんです。以上です。まあ、あの経済原理とかいろいろあるとは思いますけどね、それで話が整合性ついてきますんでね、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、僕は YouTube にアップロードしたときに着信利益とか、ちょっとね今着信があって、携帯電話音が鳴って、振動が発生して、まあ、倒れたところなんですけども、喋ってる言葉とこういうふうに現実がね一致してくるんですよ。テレビの放送を見ていて喋ってる内容と他の内容が、僕の喋ってる内容と別の人が喋ってる内容はちょっと違う内容でも、言ってる内容が一致した時同じ現象が発生するっていうことは何回も確認されてるんです。もう何百回とです。で、今のような現象も起きたと。これは人間の世界の、生きてる世界の現実なんですよね。だからまあ、しっかりと、まあ、文章にするとね、3行ぐらいでね、しっかりと分かることなんでね、対応していただけたらなと思います。まあ、着信利益はしっかりと来るように、各自設定していただいて、あとは、まあ、チャンネル登録。あと、いろんな身の回りの人に伝えていただけると、助かります。いろんな意味でね。生ライブとかの YouTube でのその中継を開いたときに、まあ、いろんなスポーツ業界の方たち含めて、まあ、いろいろ質疑応答をみんなで相談したりとか、多分した方がいいと思うんですね。まあ、いろんな、スポーツ業界でのつながりで、勝ち星云々のところとかいろんなことが明確化されてますんでね。例えば、今年は大リーグのレンジャーズが、今までワールドシリーズで優勝したことのないチームで、地区優勝もねほとんどなかったチームなんですよ。だけども今勝ててるでしょ。それはもともと法のもとに平等であって、一部のチームだけが勝ちっぱなしっていうのはそれはおかしいと。まあ、昔の日本のプロ野球界の読売ジャイアンツばっかり優勝してたのと同じで、まあ、アメリカだったら昔はヤンキースだったじゃないですか。で、その辺のところをいろいろ神がかり的な力で解明するんですけども、そこにはデータもやっぱり含まれるんですね。イギリスの、セルティックとかが存在しているリーグのところに、レンジャーズっていうチームがあるでしょ。そこも優勝ばっかりし、何回も優勝ばっかりしてるでしょ。セルティックとそのチームぐらいがほとんど優勝してるでしょ。だからそこは僕は見破ったんですよ。見破られたらもう通用しないんですよ。要するに何が起きてたかって言ったら、イギリスの方のそのサッカー界のそのチームが優勝してたから、メジャーリーグの大リーグのレンジャーのチームが優勝なかなかできなかった。優勝、なかなかというかワールドシリーズ、まだ優勝1回もしたことがなかった。こういうことなんです。どこかで誰かの力が搾取されてる。私は法律を、重要視してますから、法のもとに平等とか、法律をもとに本位の任意性で自分の頭を貸す。これなら合法なんです。誰かの力をコンピューターの科学の力で、神がかり的な力で一方的に搾取して取り上げて優勝していた。これは人権的にも大きく違いますよね。違法行為ですよねっていうところで見破られてるんです。もちろんそれだけじゃないですよ。根本的に、例えば神がかり的な力がいくら強くても、現実的に無理なものは無理だから、例えばその辺の小学生が、プロの柔道家に柔道で勝てるかって言ったら、絶対に無理なものは無理なんです。例えば金メダリストの柔道家の現役の人に。これはどれだけ僕は頭の中を貸そうが、どうしようも絶対にできません。これは。なんかまあいろんな要素をね、埋めていただいて、海外から例えば大リーグに、来ている、まあ
もともとヤンキースにいた選手で、チャップマンっていう選手がキューバから来てたんですね。で、そのチャップマンっていう人が人類史上最速のスピードのボールを投げてる人で、まあやっぱり抑えています。極端に球が速いですから、169キロを記録したことのある選手で、平気で160キロ超えを連発してきます、ストレートのボール。まあそういうような人もね、ちょっと、まあ、スケットできてるんだから、レンジャーズへ行ってくださいっていうことで、まあワールドシリーズ、優勝したことのないところへ行ってほしいと。まあそういうふうな形で、もともと東海岸に偏ってたんですけどね、優勝は。まあメジャーリーグは、ワールドシリーズの。だからまあその辺のところで、うん、まあいろんなことを提案して対応してもらったりだとか、まあそれプラス、っていうところですね。だからまあいろんなスポーツのつながりとかあるから、一回ライブ中継とかでね、いろんなこと皆さんで質疑応答とかしながら僕は受け答えした方が多分いいと思います。勝ち星の取り合いとか、ある程度ね、見えてるは見えてるんですよ。だからその辺のところ、経済原理とかもいろいろありますから、だからその辺のところでみんな意見調整とか、いろいろしていった方がいいなっていうのはありますね。今のところはもう、うん、ある程度は僕の手の範囲で、まあ、見破ったりすることによって対応をしてるところですね。だから昨日ロッテが延長戦に突入して3点取られたところから逆転できたりしたのはもうほとんど、まあそれこそ神プレーというか、うん、もうなかなかありえないような現象が、まあ、起きてると。まあその辺のところもね、僕はアップロードしてる内容とか、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。基本的にホームページは IKスケの歴の一番、まあ一時停止でも押してもらって、まあ今見も押してもらったらいいと思うんですけども、一番に日々、YouTube にアップロードしてる内容とか、そこからアクセスできるようにもしてますんでね、今は。いろいろ、まあ、時間あるときに、あの人、どんなこと言ってるんだろうって、他のスポーツどうなってるんだろうとか、そういうところを、いろいろ知ってもらったらね、多分担当者いろいろ分けれると思うんですよ。どう考えても、僕一人で全部対応しようとすること自体が無理なところがあるのと、あと、負担の部分ですね。やっぱり大変ですよ。まあ、今シーズン、今のところ、自治会と阪神タイガースも日本一の方向へ向かって物事進めれてますし、うん、まあ、そういうわけで、皆さんチャンネル登録とか、身の回りの人に、淡井さんの YouTube、言ってる内容聞いた方がいいよと、まあ、政治経済も含めてですけどね、もう僕の言ってる内容で原油価格とか、為替、日本の場合は為替相場とかも動いてますんで、いろんなこと、やっぱり仕事として取り組まれている以上、為替相場もやっぱり影響、皆さんあると思うんですね。だからそういうことも踏まえて、先々どうなるかっていうところも考えてもらって、いろんなこと知っておいてもらった方がね、自分の人生にも影響出てくるでしょうし、知っておいても損はないことですんで、皆さん、いろいろ、まあ、見ていただけると助かります。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。それでは、この辺で本日は終わります。